はい、おはようございます。今日は、ひんやり心地ひんやり竹シーツのレビューのご紹介をしたいと思います。こちら、楽天市場さんの、竹シーツの、レビューのコーナーです。こちら、30代男性の方のレビュー、こちらですね。6月の熱帯夜から使用を始めましたと。例年最低扇風機をつけないと眠れない状態だったので、これを使ったら扇風機なしでいきます。今年は節電の夏だからちょうどいいかもしれませんね。ご レビューありがとうございました。こちらですね、父の日にプレゼント買っていただいた、30代女性、花04093、ありがとうございます。レイクパッドのはいろいろありますが、竹シーズが一番だと思います。ありがとうございます。省エネの夏にぴったりでした。竹も一つ一つしっかりしているのですが、柔らかく紡いでいるようで、寝痛いとか、そうそう、チクチクいった感じありませんでした。こういう印象があるんですね。寝痛いとかチクチクとかね、それ以外とないみたいですね。あ、60過ぎのお父さんへのプレゼントなのですが、冷房が苦手な父にはぴったりでした。お年寄りの方、冷房苦手な方いらっしゃいますもんね。ありがとうございます。こちらまた購入者の方ですけどね、エアコン使わない人にはいいかも。ありがとうございます。こちらジェルマットですね。参考になったっていただいてますね。まあ、いろんなレビューいただいてますけど、こちらレビューたくさんいただいてまして、32件いただいております。節電の夏には、竹品心地ひんやり竹シーツおすすめです。ダブルサイズもありますんでね、お二人用のもぜひご購入ご検討ください。9月まで暑い夏が続くそうです。ぜひ夏バテには気をつけて、快眠信号をうまく活用してくださいね。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。快眠コンシェルジュ道端でした。失礼します。